さあ木曜日の朝はこのコーナーです浅草橋法律事務所の高田弁護士が話題の法律問題と皆さんのお悩みをぶった切る番組となっています本日も高田弁護士よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまあ3月もあっという間に終わりますけれども、まあ、皆さんから反響があって、えー、無料相談を ラジオでしていただいてありがとうございますこちらこそありがとうございますさあ今日もですねお便りをご紹介していきたいと思いますあのすべてご紹介できなかった方は申し訳ないと思います今日はこちらです先生はよく相続のことっていうのをこう最初にお話をいただくことが多いんですけれども専門の専門という感じがいたしますが 一刀両断係ということでいただきました。しっかりと住所もお名前も書いてくださいました年齢もありがとうございます。えー、でもあの匿名で、えー、どうしようかな東さんってお呼びしてよろしいでしょうか。一文字取らせていただきます。えー、この方は押仕上げまでお仕事に行く車の中で聞いてくださっているようです。ありがとうございます。 弁護士が「そばにいるのその説はよろしくお願いします」<laughs> ということでここ、はい、えどうやらあの実家があって実母の方が住んでらっしゃったようですけれども今はご自身がお母様を引き取って自分のマンションで、えー、介護をしている。で実の妹はは介護に協力的ではなくて 悪条件の中で働き長の介護ということを彼女自身が続けているようです年齢も書いてありますがご本人も高齢になってきているということでございますで、3月ご相談できるということで、えー、漠然とした内容ですがお聞きしますということです実母が住んでいた家は現在無人になっています まあ自分がお一人になってますからねたまに掃除には行っていますが母の糖尿病も進んでいるし認知も確認できる現状ショートステイトを利用しながらなのでもう実家に戻ることはないと思い家の始末を考えたのですがもうすでに、えー、お隣の家も無人になっていますでこの家の住人の住所在は分かっているんですが裏の家がすでに空き家になっているのですが 所在が分かりません家を売却、まあ、土地しか価値はないと思いますがえしたいのですが家の境界線がはっきりしないのでこのままでは難しいということです。登記簿とかあるはずですから所在の分からない裏の家の住人を探すため弁護士さんができることはありますかまたそれをお願いできたとして弁護士費用はこちら持ちになるのですか で登記を調べるのは法務局でしょうか素人の私でも教えてもらうことはできるんでしょうかということでどうやら裏の方のの方所在を探したいようです、ね、そうでですすねねそ、はい、あの実はつい今年に入ってからも国会でもいろいろ問題になってますが、はいはい、今回このたまたま裏の家の方あ、まあ、無人になってるということも考えられるんですけれども、はい、今あの 所有者不明土地問題というのが非常に叫ばれてまして、はい、具体的にどういうことかというとあの相続が起こってもそのままにしておいてしまうという事例が多くてです、ねうん、実はその土地の所有者がわからないというその土地の広さが、はい、およそ日本の九州ぐらいの広さあるというふうに言われているんですね。えー であのこの方もまさに書いていただいたように登記、はい、を見ればその登記簿に所有者が載っているので<っ>その方がご存命であればあのすぐに弁護士限りでいけばその方の今の住民票を調べて連絡をすることはできるんですけれどもその方が亡くなりさらにそのお子さんも亡くなっていたりするとすべての方が相続人になりますので全員に通知を送らなけないいけないということが考えられるんですね。はいはい なので登記簿についてはご質問いただいた通り法務局に行けば見れますしちょっと住所でなくて地盤という別の表記にはなるんですけれども、はい、調べることはできますあつまり、ご当人があの素人で弁護士でも警察でもないけれどもよそ様のものを拝見することはでできるとということですかそうこすそねあの裏の家の地盤さえ分かればそこの地盤の所有者は誰かということは調べられます。 ただ<ー>そこにはその家の所有者が誰かというところまでしか書いていないので<ー>今のお話だとその家が無人だということになるとその所有者の方がどこに住んでいるかというところまでは、うん、なかなかちょっと調べるのは難しいのかなと思いますねこれはこういう状態そこまで調べることがでできましたでも家を売るためにはやっぱりその,あの区画のなんかやっぱりそういう問題もあるわけなんですね。うん、そうですねあの結局 ど場合によってはあか教会を超えてしまうと他人の土地を売ってしまうことになるので<ー>まずその教会を確定しなければいけないという作業が必要にななるるんですねなるほどそれができないだけども、まあ、分かるとそうしたけれどもそこから探っていくために弁護士さんにお願いをするということは可能なんですかそうですすかそうねあの一番いいのはその裏の無人でただ所有者が分かって、うん、その方の住所も分かって。はい でその方あるいはその方のご子息含めて、まあ、ちょっと売りたいと思ってましたということで、はい、任意にご協力がいただけるのであればその裏の家の方とまあ一緒にお話をして協会をまず確定するということをした上でじゃあここからここまでという形で分けた上で売却することはできるんですけれども、はい、あの仮にあの面倒くさいから応じないという方もまれにいらっしゃってそうなってしまうと。 警戒確定訴訟という別の訴訟を申し立てないとできないということになりますのでちょっとハードルが上がるということにはなりますねでもこれはあの弁護士にお願いをして進めていただくことはできるもちろんそうですね、はい、あの訴訟ということになるとやはりあのご本人だと負担も大きいということにもなりますし、まあ、そもそもやはり訴状を起案したりということにもありますんで任意、はいえー、に応じるというところまでもしできれば、はい、あとはその にまあ、所有者の間でお話をすればよろしいのかなとは思うんですが、うん、そこがうまくいかないということになるとやはり弁護士を入れざるをえないそういう問題にはななろうかなと思いますね、はい、先生あの先ほどおっしゃってましたけれども空き家問題っていうのが確かにあるんですけど本当になんかこう朽ちてしまったような家でも土地っていうのは、まあ、お金にはなるものなのにどうしてああやってあの 相続とかっていうことでうまく始末できないのかなって思っちゃうんですけどそうですねあの一番の理由は、まあ、この辺りの,その都心であれば東京の首都圏であればそうでもないとは思うんですが、はい、あそもそもその相続人の方が地方からもう都市部に出てしまって、はい、今更その土地もらっても固定資産税払うのも面倒くさいということになると、はい、まあどんどん放置をしていってしまって、はい、それが取り残されていくと もう税金も払ってもらえない土地、はい、でかつ誰も帰属しようとしないつまり、はい、もしその土地を取ろうとすると今までの滞の分を払わなきゃいけないという話にもなるので、はい、あの放置をされるというのは比較的多い話にはななりますね、はい、なるほど中途半端なあのお金が入る <laughs> よりそれ以上になんかあのお金が出ていってしまうということで、うん、っていうことなんで,うねそうですね。はい まあこれは今後、やっぱりあの増えていく事案なのかなという気がしますがえ今、お便りいただきました東さん、法務局ででも大丈夫だそうですまずそこを調べてご本人がご存命であるかどうかというところまであのその後えその説はよろしくお願いしますということなんで高田弁護士にそこまで分かったらまたご連絡をいただけたらと思いますけれども。そうですね、はい やはりまお調べ行くこと自体はあの自分で足を運んで調べることはできるんですけれどもやはりあの今までもその裏の方と関係があれば別ですがないとなかなかやはり突然連絡をするのも勇気が必要になるかと思いますので7個の形でご協力もできるかと思います。はいでは ぜひそうしていただければと思います、えー、この番組ではこのように皆さんからのお悩みも、えー、募集しております手紙、SNS、メールなど葛飾 FM までお送りください離婚、借金、労働、相続のこと、何でも相談 OK です3月にいただいたお便りは4月の番組の中でお答えしていこうと思います、えー、秘密についてはしっかりと守りますし個人情報もちゃんと消去しておりますのでご安心ください お悩みを直接相談したい方、浅草橋駅すぐ近くよくわかります。浅草橋法律事務所弁護士高田の事務所があります。お問い合わせは東京03-5829-6497、5829-6497 58です。そして高田弁護士、はい。4月も無料相談会開催ですね。そうですね。はい、えー。4月20日金曜日は亀有リレーホールで、21日土曜日は 葛飾新ホニーヒルズで開催いたします。はい、時間等もありますので、お問い合わせをお願いいたします。フリーダイヤルです。零一二零五四五零二零零一二零五四五零二零です。無料相談会です。高田弁護士の事務所にお電話を入れても無料ですよ。はい、電話代だけしかかかりませんので、そこからいろいろと相談を進めていっていただければと思います。この番組でもお待ちしております。 三月ありがとうございましたこちらこそありがとうございました四、はい、月もお便りがきっと来ると思いますのでよろしくお願いいたします、はい、お待ちしておりますそれではよろしくお願いいたしますまた来月です